公明明党の谷合正明です私は自民・公明を代表して、ただいま議題となりました斉藤健法務大臣問責決議案について、断固反対の立場から討論をいたします <laughs> 斉藤法務大臣は昨年11月の就任以来、法務行政に全身全霊を傾け、その責務を全うしてこられました。総監 長期収容の問題を解決するための入管法等の一部改正案については、委員会の審議において、どのような質問に対しても、答弁をはぐらかすことなく、終始、真摯に答弁を重ねてこられました。私は、斉藤法務大臣がかつて農林水産大臣を務められていたときに、 副大臣とししししててておおお支えりりままたが仕事に対すする姿勢は一貫しております問責の理由は、大臣会見での発言の訂正や、大阪入管の常勤医師の飲酒問題などにより、入管法の法案審議の継続ができないというものですが、言い間違いは誰でもあることであり、 問責の根拠にはなりませんまた大阪入管の問題も法務大臣に原因を求めるには無理があります問責決議案の根拠は極めて薄弱であると言わざるを得ません参議院法務委員会では衆議院を超える十分な審議が行われてきました 議論を尽くすと同時に結論を出すことも、私たち国会の責務であります。<laughs> 委員長が質疑を終局しようとした判断にも手続きにも何の瑕疵もありません。このことは、法務委員長解任決議案に続いて、今回の法務大臣問責決議案も、提出会派は立憲のみであることにも表れているのではないでしょうか。 ちなみに問責決議案が提出されたのは4年ぶりです。その前年には法務大臣問責決議案も提出されましたが、いずれも4回派、5回派共同の提案となっています。私たちは審議日程を遅らせるだけの党利党略により党利党略による問責を決して認めるわけにはなりません。 以下入管法改正案の必要性について述べます日本人と外国人が互いを尊重し安全安心に暮らせる共生社会を実現していくためには外国人の人権に配慮しながらルールに則っ,って外国人を受け入れるとともにルールに違反するものに対しては厳正に対応していくことが重要ですその上で現行入管法下で生じている送還機費長期収容問題の解決は 喫緊の課題であり、人道上の危機に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。そこで今回の改正法案は、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施するという考え方のもと、 適正な出入国、在留管理を実現する、バランスの取れた制度にしようとするものであります。現在の有管法では、難民認定手続き中の外国人は、申請の回数や理由を問わず、我が国から退去させることができません。一部のものは、これに着目し、難民認定の申請を繰り返すことで、退避を回避しようとしています。不法滞在者が在留を継続するための頼みの綱が、一律の送還停止行というのは、 制度趣旨から言って適正な使われ方ではありません。そこで改正案では、3回目以降等の難民認定申請に関して、相関停止口に例外を設けますが、昭和57年の制度創設以来、3回目以降の申請で難民と認められたケースは0.003%であり、そのケースも本国事情の変更によるもので、法改正後も相関停止口が継続されるケースに該当します。 万が一にもも保護すべき事情ののあるものを送還しない仕組みと言えますまた、送還停止口の例外に該当するものであっても、ノンルフールマン原則により、入管法第53条3項に定める送還が禁じられる国に送還することはできません。特定の難民審査参与員の審査件数に関して、立法事実がなくなったとの批判がありますが、これは立法事実の一つに過ぎず、立法事実が揺らぐものではありません。 参議院の参考人質疑では、野党推薦の参考人が難民審査参与員として当たった不服申し立て審査で、500件の案件中、難民該当性があると判断したのは約40件とのことでした。逆に言えば、野党推薦の参考人でさえ、9割以上は難民該当性がないと判断したことになります。やははははり制度の乱用対策は必要です難民認定手続についてはおいててお 難民を迅速かつ的確に保護していくことが必要です改正案では紛争により避難民を保護するために補完的保護制度を創設することになりましたこれにより我が国に避難したウクライナ避難民等の法的保護が可能となります難民認定率は保護すべきものを保護した結果です昨年の我が国の難民認定と人道的配慮ウクライナ避難民などへの特別措置を含めれば抗議の被護率は 約ででああるることは知られてしかべきでありますますた今回の改正で難民認定申請制度と切り離して、在留特別許可の申請制度を創設したことは重要です。退去強制手続きの対象となったものであっても、どのような場合に我が国の社会に受け入れるかを明らかにするために、判断にあたっての考慮事情を明文化することになりました。長期収容問題については 原則収容主義と言われてきた今までの姿勢を改めたことは大きな政策変更であり評価できるものであります現行法では非収容者の収容を解くためには仮放免に頼らざるを得なかったところですが昨年末で約5割の仮放免者の行方が分からなくなっていることは大きな問題ですそのため改正案で 管理人による管理措置を設けたことは、長期収容問題の適切な解,析解決策といえます。宇島さんのような事案はあってはならないことであり、このような事案の再発を防止するためにも、法改正は必要です。改正案を廃案にすることは、現状を維持することであり、 何ら現状のの改善につながるものではありません斉藤法務大臣におかれましては、今まで通り、国民のためにご尽力いただきたいことをお願いいたしまして、私の反対討論といたします。